今回前回掘りました塩ビ管に16ミリの塩ビ管を挿してます。これで塩ビ管1本で水を抜いてみたいと思います。はい、こういうふうにただの塩ビ管1本、何も種も仕掛けもない塩ビ管です。16ミリの塩ビ管、ただこれだけで水がどんどん出てきます。こちらの仕掛けは塩ビ管が水があるところまで刺します。刺した後手で蓋をします。手で蓋をした後思いっきり引っ張ります。引っ張った後、この中は手で押さえてますから、塩ビ管の中が真空になってます。真空になった状態で、ずっと井戸水を引き上げていきます。引き上げた状態で、今度は素早く下ろします。素早く下ろした時に、少しここで空気を抜きます。手を開いて。そうすると、今度は下からの水がずっと入ってきます。また真空にします。上に上げます。少し開けて下に下げる、また締めて上に上げる。これの繰り返し、これの繰り返しで、だん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 水位が上がってきます。水位が上がってきて、ついにはこの上から噴き出します。この上限運動だけで上から水が噴き上がります。ここの手を真空にする、親指でもいいですし手のひらでもいいです。工夫したら水道ホースをつけて、こちらで水道ホースを押さえながら作業を行ってもやりやすいかもしれません。そういった方法で塩ビ管1本で水を吹き上げる、引き上げることが可能になります。こういった豆知識、よかったらご活用ください。さよなら。